君のやってるあの課題だけど、進捗はどう？来月には発表できるはずです、はあ、この前は危うく差し止められるかと思ったのですが、何事もなくて本当に良かったです。何せあの課題の指導教員の中にはアザールの名前もあったからね。君がとばっちりを受けるかもしれないと思ってたけど、結局どんな風に解決したのさ？ほら、新しく代理賢者の方がいらっしゃったじゃないですか。あの方が私たちのプロジェクトを改めてチェックして研究を続けることを許可してくださったんです。代理賢者？そんな職位今まであったかな？聞いた話では、新しい賢者はまだ選定中で、しばらくは決まりそうにないから、一時的にその人に任せることになったそうです。とにかく彼が私たちの肩を持ってくださったおかげで、みんなの研究成果が無駄にならずに済んだんです。論文を出したら、私も長い休暇を取ってゆっくりするつもりです。そうですね、モンドへ旅行にでも行きたいですね。連中め、よもやアルハイゼンのやつを代理賢者にするなど、一体何を考えておるのだ？まあまあ落ち着いてください先生。確かに経歴で言えば、先生こそが学術における権威なわけですから。どうしてあんな若造が代理賢者になったのかは、正直僕も疑問に。バカモン、賢者になれなかったことに文句を言っとるわけではないわ。わしはな、なぜよりにもよってあのアルハイゼンが選ばれたのか、それが理解できないのだ。昔あいつがわしの授業を選択していたことがあったが、一学期を通しても数えるほどしか顔を見せなかった。それについて問い詰めたとき、あやつめ何と言ったと思う？わしの授業を聞くぐらいなら家で本でも読んだ方がマシだと。あの身の程知らず、へそ曲がりめ、あんなやつが代理賢者なんぞ、これが教令員の不幸でなくてなんだというのだ。落ち着いてください先生。すぐにお水を持ってきます。一つ秘密を教えてやるよ。新しい代理賢者だけどな、聞くところによると俺たちチロン派の先輩らしいぜ。本当？誰誰？アルハイゼンって名前の人だ。俺は会ったことないけど、近頃は彼の噂で持ちきりだぜ。まあどれが本当の情報でどれが偽物なのかはわからないけどな。それより最近はインロン派にも勢いに乗ってる学者がいるらしいじゃないか。なんでもその人が次の賢者の一人になる可能性が高いとかなんとか。へえ、その人ってプロジェクトは立ち上げてるのかしら。私たちも早めに会っておいた方がいいかも。アルハイゼンが代理賢者になるって噂は結構広まってるみたいだな。でもあいつを知らないって人もいたよな。もしかしてあいつそんなに有名じゃないのか。それに評価もいいものと悪いもので真っ二つだ。特にさっきのおじいさんはあいつにすっごく不満があるみたいだったぞ。大丈夫か？具合でも悪いのか？マハマトラ。マハマトラ？僕の名はイリアス。マハマトラに会いたい。とても重要なことが。おいおい大丈夫か
よ。あんまり無理しない方がいいんじゃないか。いっそオイラたちに事情を言って、オイラたちがお前の代わりにマハマトラに伝言してやるってのはどうだ。ダメだ。必ずマハマトラに直接会う必要がある。信用できるのはマハマトラのみ。悪いけど少し肩を貸してくれないか。これはとても重要なことで、どんな失敗も起こってはならないんだ。そこまで言うなら、いいぜ。オイラたちがマハマトラのところまで連れてってやる。マハマトラのところに。よくお見かけするお二方ですね。もしかして瀬野様のご友人の方々でしょうか。あいにくですが瀬野様は今外で任務を執行なさっています。何かありましたら私に言ってください。後ほど瀬野様にお伝えしておきます。オイラたち教練院の入り口でこいつに会ったんだ。何か重要なことでマハモトラに会いたいらしいんだけど。もしよろしければ私に話してみませんか。シラージ。シラージ、よく聞く名ですね。あの陰論派の学者のことでしょうか。陰論派の学者。ねえ、今勢いに乗っていると話題の陰論派の学者です。大胆な発想で考えたことをそのまま実行する天才らしいですよ。聞くところによると、彼は陰論派を代表して次の賢者の一人になるかもしれないそうです。それでそのシラージがどうかしたのでしょうか。告発をしたい。シラージは今危険な実験を行っている。僕は奴にさらわれ恐ろしい洞窟に連れて行かれた。そこには実験機材が山ほどあった。僕は必死に逃げた。もう少しで奴に捕まっていただろう。落ち着いてゆっくり話してください。彼は何の実験をしていたんですか。その洞窟はどこにあるんです。それは覚えていない。え、そんな大事なことなんで覚えてないんだよ。僕が覚えているのは、シラージがこちらに向かって歩いてきた後、僕の脳に異常が起き始めたことだけだ。たくさんのことを忘れてしまった。まるで悪夢でも見ていたような感覚だ。だけどあそこがとても危険なことだけは覚えている。今すぐ奴らを阻止しなくてはならないんだ。そうだ、奴らは酒場で取引をすると聞いた。一刻も早く。そう言われましても。わかりました。同僚にシラージのことを調べさせますね。ですがその前にマハマトラによる虚偽検出テストを受けてください。僕を疑っているのか。誤解しないでください。これはただの慣例です。お二人はここでしばらくお待ちください。すぐに戻ってまいります。あれ、アルハイゼン？どうしてここにいるんだ？私が説明しましょう。先ほどイリアスさんに虚偽検出テストを行いまして、無事に合格されました。つまり彼の話は信憑性が高いということです。我々は彼の提供した手がかりに基づいて調査を展開します。そして慣例に従ってこの件をアルハイゼン様にお伝えしました。それを聞いたアルハイゼン様は瀬野様に手紙を残し、我々と共に行動するとおっしゃったのです。なんか怪しいぞ。あのアルハイゼンが
マハマトラと一緒に行動するなんて、何か特別な理由でもあるんじゃないか。考えすぎだ。少し興味があるだけだ。そうなのか。意外と暇なんだな。なあ、いっそオイラたちも一緒に行っていいか。アルハイゼン様が我々の行動に加わること自体すでに規則に反していますから、そこにあなた方も一緒となると、まあいいでしょう。何せイリアスさんを連れてきたのはあなた方ですからね。一緒に来てもいいですよ。ただし計画の一切については必ず秘密にしてくださいね。おう、安心しろ。オイラたちすっごく口が固いんだ。では今把握している手がかりについて説明します。イリアスさんはシラージがあるミオロン派学者と酒場で取引をすると言っていました。これは数少ない正確な記憶で、逃げる際に偶然聞いたようです。それとシラージは今教令院にはおらず、1ヶ月前に長期の外出調査研究を申請しています。もうじきイリアスさんの言っていた取引の日時になります。今すぐ酒場へ向かい、怪しい者がいないか捜索しましょう。そういうことだ。すぐに出発する。君たちは勝手にするといい。オイラたちも行くって言っただろ。来ました。アルハイゼン様、この後はどうなさいますか。アルハイゼン様、どうやら君は最近文章を一つも読んでいないようだな。新しく交付された教令にはすでに確立された調査案件について、たとえ賢者であってもマハマトラの行動に介入する権利はないと明確に記されている。君たちの上司がこの場にいれば俺に何をするか聞くどころか、逆に手出しするなと警告していただろう。おっしゃる通りです。わかりました。ではこちらでしばらくお待ちください。直ちに周辺エリアを封鎖し、怪しいものを捜索してまいります。イリアスさんはここに残しておきます。アルハイゼン様には重要参考人である彼の保護をお願いできますでしょうか。いいだろう。もっとも彼が自分で自分の身を守れればなお良かったんだがな。相変わらずだな。アール村の時もそうだったけど、すぐ人を無視するんだもんな。程度の低い質問に答えることは質問した者の甘えを許すことにつながる。それに俺は自らの態度を彼にはっきりと理解させる必要がある。君たちと同じようにアーラブもなぜ俺が一緒に来たのかについて疑問に思っている。だが君たちと違って彼はこの問題をさらに複雑に考えてしまった。例えるなら代理賢者がマハマトラの権力に手を出そうとしているという具合にな。彼の質問は明らかに探りを入れてきていた。マハマトラはかつて賢者の影響を受け、こういった官僚の罠に巻き込まれていたからな。本来であれば彼がそんな言い方をする必要は全くないんだ。だからこそ俺は彼らの仕事に手出しをしないことを彼に分かってもらいたかった。ややこしすぎる。だから代理賢者になんてなりたくないと言ったんだ。肩書きは様々な物事をどうしても面倒なものにしてしまう。失礼、アルハイゼンさん、どうしても聞きたいことがあるんだ。以前会ったことはないだろうか。いや、君のことは記憶にない。あ、それもそうか。あなたのような方と関わり合いがあるはずもない。ならどうしてそんなことを聞く。初めて会った時なんだか、その
馴染みのあるような感覚を覚えて。そうか、錯覚だろうか、あるいは。アルハイゼン様、容疑者を確保しました。シラージか。いえ、彼と取引をしていたミョーロン派の学者です。名前はナランドラ。アルハイゼン様、ちょっと待ってくれ。誰か説明してくれないか。確かに俺は実験室から機材やパーツを盗んで売ろうとした。だが代理賢者が直々に出張ってくるようなことじゃないだろう。おいおい、なんてこった。まさかとんでもないことに巻き込まれたんじゃないだろうな。俺はただ一時の利益に目がくらんだだけなんだ。どうかお許しを。いくつか彼に質問をしたい。もちろんです。シラージを知っているか。ああ、買い手の名前だ。酒場で取引すると約束したんだが、いつまで経っても来なくて。取引の内容は？何の実験をしているか知らないが、大量のエネルギー源と電子部品を必要としていた。それらは俺たちのプロジェクトでしか扱っていない。そいつはそれを高値で買い取るからって、俺に損傷品の廃棄という名目で一部の品を確保してほしいと個人的に連絡してきた。本当なら今日酒場でその取引をする予定だったんだ。でもまさかすっぽかされた挙句あんたらに出くわすなんて。もしかしたらシラージはイリアスさんが情報を漏らすことを察してあえて約束の場に来なかったのかもしれません。いずれにせよ手がかりはここで途切れてしまったようですね。幸いシラージのやっていることはこのエネルギー源と電子部品を必要とするようです。その進捗も必ず滞るでしょう。我々にはまだじっくり調査する時間があります。アルハイゼン様は他に何か聞いておかれたいことはありますか？いや、ない。ナランドラは君たちが連れていくといい。それはそうと、少しの間イリアスを借りることはできるか？はい、問題ありません。イリアスさんにはすでに全面的な虚偽検出テストをしました。他に覚えていることはなかったようですし、我々も現時点では彼から突破口を見つけられるとは思っていませんので。ただこれはついでとしてお聞きするだけなのですが、彼を手元に置いておきたい理由を伺っても？昔記憶喪失に関する論文を読んだことがある。彼の記憶を取り戻せるか試してみたい。なるほど。では我々は一足先に教練院に戻ります。イリアスさんを頼みました。ついてこい。シラージは酒場に来なかったし、ナランドラからも手がかりはなかったな。なんだか手詰まりって感じだ。アルハイゼン、本当に最後まで関わるつもりか？お前この件に興味津々だよな。なんだかオイラちょっと意外だぞ。君はすでに理由に気づいていると思っていたが。え？全然わからないぞ。お前はどうだ？ああ、俺の同級生だ。そうだったのか。だからアーラブに報告された時わざわざ一緒についてくるって言ったんだな。つまり興味があったのは内容じゃなくて容疑者が知り合いだったからってことか？その説明は事実からあまりにもかけ離れている。まあ俺も君がそれ以上正確な答えを出してくれるとは期待していない。だから一旦そのように理解してくれて構わない。俺と彼は同じ年に入学したんだ。その後俺は書記官になったが、彼は引き続き学術の道に進んだ。1年前彼はある課題を申請した。当時の大賢者はそれを見て俺に意見を求めてきたが、俺にはその課題があまりいいものには思えなかった。結果的に見れば
それは根源の六罪における人類の進化にまつわることに触れていたからな。人類の進化にまつわることから恐れを知らずに王妃について語ることまで、根源の六罪はこの世の全ての罪の始まりだ。賢者たちが教令の制定と修正をするための規範でもある。俺から見て、シラージの研究はあまりにも詰めが甘く、そして一線を越えるものだった。大賢者は様々な意見を参考にして最終的にそれを棄却した。つまりそいつがエネルギー源と電子部品を買おうとしてるのは、大方許可を得ていない状況でこっそり実験を行おうとしているんだろう。なんか怪しいな。なおさら止めた方がいいって気がしてきたぞ。イリアス、もうちょっと頑張ってくれよ。何か思い出せないか？すまない、何度も試したけどどうやっても思い出せない。まるで厚い霧に覆われているような感覚なんだ。強烈な刺激を受けた時、人は自己防衛のため記憶の一部を無意識に切り取ってしまうことがある。だがそれらの記憶は実際に消えたわけではなく、一時的に封じられているだけに過ぎない。適切な刺激を与えれば回復する可能性はある。何でもいい、少しでも気になることを思い返してみるといい。必ずしも事件に関係している必要はない。実を言うと、さらわれて実験をされたこと以外に忘れてしまったことがもっとある気がするんだ。自分がどんな人間だったのか、何をしていたのか、思い出せるものもあればどうやってもわからないものもある。ただやらなければならないことが二つあったことまではかすかだけど覚えている。話してみろ。一つ目は、教令院から給料を受け取り、ガンダルバー村にいる妹に渡すこと。詳しいことまでは思い出せないけど、毎月お金を妹に渡して家計の助けにしていたような記憶があるんだ。二つ目は何なんだよ。思い出せない、すまない。本当にたくさんのことを忘れてしまったんだ。驚くことじゃない。現時点においてシラージに会ったことがあるのは君だけだ。あの洞窟の具体的な位置を知っているのも君しかいない。俺たちは必要なだけ君をサポートし、記憶を回復させる手伝いをするつもりだ。記憶を失うのってきっとすっごく苦しいよな。思い出せるようにオイラたちが手伝ってやるぞ。ありがとう。苦しいだけじゃなく、言葉にできないような感覚もある。記憶を多くなくしすぎたせいで自分への認知も曖昧なものになってるんだ。頭の中で何かがざわざわ鳴り響いて、今にも気を失いそうになる。けどそんな吐き気のするような感覚の中にも、どこか解放されたような気持ちもあって、何はともあれ君たちのおかげで少しははっきりとしてきたよ。僕は確か教令院の調査研究準備室という場所でアルバイトをしていた。毎月の給料もそこで受け取っていたはずだ。わかった。ではまずそこの責任者のもとへ向かおう。ついていきます。
次の仕事は。アルハイゼン様、直近の調査研究の支出表はすでに事務室にお届けいたしました。もうお読みになりましたか？何か問題などございませんでしたでしょうか？ああ、その最近の調査研究に関する支出だが、以前よりもかなり減ったようだな。はい、調査研究そのものを必要とする学者が減ったことが主な原因かと。詳しいことは複雑な話になりますが、そういえば本日はどうしてこちらへ？彼のことは知っているだろう。イディアスだ。かつてここでアルバイトをしていたと聞いている。わけあって今日は彼の給料をもらいに来た。ええ、それは構いませんが、イリアース、この数日一体どこへ行っていたんです？忙しくなったタイミングであなたが急に何も言わずにいなくなってしまったものですから、仕事は全て他の学者で分担したのですよ。予想外の状況になってしまいまして、みんなに迷惑をかけてしまって本当に申し訳ありません。何かできることはないでしょうか？あなたの仕事はもう他の学者がほとんど終わらせてくれています。ただ一つだけまだ終わっていないものがありますがね。チャンドラは覚えていますか？前に彼が出した外出調査の研究申請はあなたが担当していたはずです。しかし数日前、その申請を彼が取り下げましてね、外出調査研究の計画をキャンセルしてしまったようです。これで調査研究の申請を取り下げたのは今月で12人目になります。ですのでその理由を聞いてきてほしいのです。この時間チャンドラはコーヒーを飲んでいるはずですから、カフェにいるでしょう。わかりました。それで給料ですが、あなたが戻ってきた後にちゃんと渡しますよ。もちろん次はありませんからね。いつも挨拶もなく姿を消されては他の同僚の迷惑になりますから。これでいいでしょうか、アルハイゼン様？異論はない。そうしてくれ。ついていきます。次の仕事は。イリアース、久しぶりだな。何か用か？調査研究の申請を取り下げたと聞いて、その理由を聞きに来たんだ。ああ、それか。これといった理由はないんだ。ただ行きたくなくなっただけさ。それに申請を取り下げたのも俺だけじゃないはずだろ。最近はみんな研究のモチベーションがないんだ。研究のモチベーションがない？そうだ。というか君は誰だ？どこかで見たことがあるような。気にするな。続きを話せ。この前賢者が失脚しただろ。彼らが主導していた多くの実験プロジェクトが中止になって、それに関与していた学者も審査を受けたんだ。こういう問題が重なる時期にリスクを冒して新しい研究をしようなんて誰も思わない。だからまずは適当に何かで時間を潰して状況が明るくなるまで待つことにしてるのさ。君の言う状況が明るくなるは、新たな賢者の好みを把握するということだろう。ずいぶんはっきりとものを言うんだな。でも実は研究のモチベーションに欠けている原因はそれだけじゃない。他に何があるんだよ？アーカー射装置が止まったことさ。知ってるだろ？
研究には様々な知識が必要になる。今までなら必要なものは何でも申請をすればアーカー社が答えてくれていた。この上ないほど便利だったよ。苦労して調べる必要もなく、様々な実験を素早く行うことができていたんだからな。なるほど。君も理解できただろ。あんなにいいものを経験してしまったら、今さら苦労して資料を調べようなんて人はいなくなる。今の教令院でプロジェクトの立ち上げや研究を行っている人はほんの一握りしかいない。ほとんどは名のある学者たちがプロジェクトを立ち上げるのを待って、その時になったら一斉に参加するつもりなのさ。俺みたいにな、名前が載るのは論文の後ろの方になってしまうけど、面倒は大幅に減る。複雑な思考もいらないし、自分に割り当てられたことだけ考えればいい。イリアス、どうしたの？頭が痛い。思い出した、シラージがこっちに歩いてきた時こう言っていた。お前はシラージ36号となり、私が主導する意識の中に溶け込んで固定されたモジュールのことだけを考えるんだ。そう、蜂の巣にいる働き蜂のようにな。何が何だか全然わからないぞ。どういう意味なんだ？それこそがシラージの研究していた内容だ。当時提出された課題とも一致する。ハイブマインドと進化の道だ。主に3つの点を実現すれば、人間社会においてハイブマインド、つまり集合自我を形成でき、人類の進化を成し遂げられるとシラージは信じていた。まず能力の高い順に被験者に番号をつけ、一番をマスターマインドに設定する。そしてマスターマインドが物事を数々のモジュールに分け、重要度に基づいて異なる番号のメンバーに振り分ける。またメンバー間では迅速に情報を交換する手段を持つ必要がある。最も理想的なのは記憶と感情を共有することだ。オイラまだよく分かってないんだけど、それに何の意味があるんだ？つまり多くの脳を一つにつなげ、それぞれの脳に応じた思考内容を配分するのと同じことだ。それを用いて群衆のマインドをまとめ、個体でありながら組織でもある新しい存在を形成していく。おそらくシラージはこのハイブマインドこそ人類を凌駕しうる存在だと考えているのだろう。うわぁ、たくさんの人をぎゅうぎゅう詰めにしてるような感じで、ちょっと怖いぞ。アルハイゼンさんの言う通り、シラージは全ての被験者に異なる番号を割り当てていた。番号が後ろのものはメンバーの衣食住といった簡単な問題だけを考えていたんだ。そして番号が前のものは未来における発展計画といった複雑なことを考える。シラージは僕を36号と呼んでいたから、真ん中から後ろ寄りの番号だと思う。それにシラージは計画は着々と進んでいて、蜂の巣はもうじき完成するとも言ってた。そんなの完成する前に早く止めなきゃダメだぞ。精一杯のことはする。ただ残念ながら思い出せたのはこれだけなんだ。あの洞窟がどこにあるのかはまだ思い出せない。すまない。ゆっくり考えるといい。いつか思い出せるはずだ。だが少し妙だな。細かい辻褄が合わない。何かおかしなところが。たったの36番目。残念だ。君の才能はその程度じゃないと思うが、シラージが何に基づいて番号を設定しているのかはっきりとしないが、とりあえず用事が終わったのなら
もう行こう。待ってくれ。さっきシラージについて話しているのが聞こえたんだが、彼を探してるのか？ああ、何か手がかりでも？ああ、シラージは最近何かと有名だからな。聞くところによると、多くの有名な学者からも認められて、次の賢者の有力候補だそうじゃないか。彼の研究グループに何が何でも入りたいと思っている人は大勢いるだろうな。俺にはこれといった才能もないし、そんなチャンスはまずないけど。ただジャナキっていう学者のことは知ってるよ。かつてシラージの招待を受けたことがあるにもかかわらず、それを断ったそうだ。もし興味があるのなら、彼女に聞いてみるのはどうだ。普段は火炎の料亭で本を読んでるはずだ。僕を知っているのか？すまない、君のことはもうあまり覚えていないみたいだ。とぼけてるの？いや、本当に記憶喪失なんだ。思い出せないことが山ほどある。それで当時やったことはもう覚えてないから許してほしいとでも言いたいわけ？それとも代理賢者を後ろ盾にして私とのことを清算するつもり？もっとも、群れに馴染めない二人が一緒にいるなんて、最悪以外の何者でもないわね。待て、君たちにどんな因縁があるかは知らないし、どうでもいい。シラージがかつて君をプロジェクトに誘っていたらしいが、それは本当か？だったら何？確かにシラージから誘われたわよ。私も彼の課題には結構興味があったし、確かハイブマインドに関する課題だったかしら。でも私を45番目の被験者にしたいとか言い出したから、数字が低すぎるって思って断ったの。そんなに後ろの方なんて嫌でしょ？絶対に行くもんですか。イリアスが36番で、ジャナキが45番。シラージは一体どれだけの人に目をつけたんだよ。その番号が何に基づいて振り分けられているか、シラージから聞かされていないか？聞いたわよ。前の賢者たちはアーカー社を利用して私たちの脳内から知識を抽出していたわよね。当時彼らはアーカー社によって抽出された人々の知識の量をファイルに残していたの。シラージはどこからかそのファイルを手に入れて、それをもとに被験者に番号をつけていると言っていたわ。なるほど。そのデータで頭脳の演算能力を測ることができると思っていたのか。データの真偽はさておき、知識で人を評価するのは無意味なことだ。知能はせいぜい能力の一部でしかない。人というものはとても複雑だ。単一の基準で測ることはできないでしょ。だから言ったのよ、私が45番だなんて絶対におかしいって。それ以外にシラージについて何か知っているか？もうないわ。彼に誘われて断った、それだけよ。他に用事はある？なければもう行くわ。そいつを見てるだけで鬱陶しくなってくるもの。待ってくれ。その、僕は以前、君に何をしたんだ？本当に忘れたの？本当だ。信じてくれ。オイラが証言するぜ。マハマトラも、こいつがいろんなことを忘れてて、嘘はついてないって言ってたしな。そう。忘れたのならそれでいいわ。思い出しただけで腹渡が煮えくり返るのよ。わざわざもう一度話すなんてごめんだから。一つ分かってほしいのは、あなたがたくさんの人に面倒をかけたってこと。その中に私も含まれていたの。他に言うことはないわ。さようなら。言っちゃったぞ。お前嫌われてたみたいだ
けど、本当に何も思い出せないのか？ああ、でも彼女の言葉にはなんだか心が沈む感覚があった。何か、本当に何か良くないことをしてしまっていたようだ。思い出したいと思うか？え？君はシラージを告発するための証人だが、今は間違いなく記憶を失っている。もし君自身が思い出したくないというなら、誰もそれを強制はできない。必死に思い出そうとするふりをしてから一言できないと言えばそれで終わりだ。僕もどうすればいいかわからない。前にも言ったけど、記憶喪失に気づいた後、なぜか解放されたような感覚を覚えた。でも僕は自分が解放されるべきではない気がするんだ。だからやっぱり過去に起こったことを思い出したい。どうすればいいと思う？俺は君に関する資料を調べることができる。これは仮説だが、本当に君がたくさんの人に面倒をかけたのなら、そのことが必ず資料に残されているはずだ。見てみるか？ああ、頼みたい。よし、ならまずは知恵の殿堂へ向かおう。少々時間を費やしたが、そろそろ給料も取りに行くべきだ。
ついていきます。二手に分かれて行動しよう。イリアスが給料を取りに行っている間、君たちは俺と来て資料を調べてくれ。終わり次第ここで集合し、ガンダルバー村へ向かう。分かった、ありがとう。気を楽にするといい。緊張したところで何も意味はない。分かった。もう準備はできているんだ。過去にしたことが何であれ、それに向き合うつもりだ。そしてシラージについても何とか思い出して、全てにケリをつける。その言葉を忘れないことだ。ではまた後で。ここ数年の重要な資料は全てここにあるはずだ。何でもない。イリアスの資料を見つけた。下で集まろう。僕は何をしたんだ。資料によると、君はかつて勇気と正義感によって教令院から表彰され、英雄のような待遇を得ていたとある。僕が？ああ、君の指導教員が学術的評説をしていて、それを君が告発したようだ。調査によって君の告発した内容が証明され、指導教員はマハマトラに捕まった。この件は当初それなりに騒ぎになったらしく、教令員は君を表彰。どうした？何か思い出したか？いや、ただ頭がすごく痛い。まるで割れるようだ。そんなことを僕が？でもどうして？ひとまず放っておこう。シラージの件と直接的な関係はなさそうだ。こんなことで頭脳にダメージを負う必要はない。すまない。本来聞いて嬉しくなることのはずなのに、体が本能的に拒んでいるようだ。無理やり思い出そうとすると感覚がなくなるほどの痛みがする。ならば順応ってことを進めよう。記憶を取り戻すのは元より苦しいことなんだ。特に思い出したくないようなものならなおさらな。君がやるべきだと思うことをやるといい。ありがとう。どうして君がそんなに確信を持てるのかわからないけど、少しは自信が出てきたよ。じゃあ次はガンダルバー村に行って給料をイリアスの妹に渡せばいいんだよな。出発だ。
多分この近くだ。確か次の道はこっちだったか。イリアス？いきなり帰ってきてどうしたんだ？父さん。何でもない、ただ様子を見に来たんだ。本当に何もないのね。またいじめられてない？隠さず私たちに言ってちょうだい。イリアス、どうしたの？大丈夫、ちょっと頭が痛くてよく寝られなかったからかも。ああ、だからあの時一時的な感情で動いてはならんと言ったんだ。結局あんな騒ぎにまでなって、教練院での生活も良くないんだろ。脅迫の手紙が家にまで届いている。そっちでもいろいろと苦労してるだろう。どうしても嫌なら教練院を辞めて帰ってきてもいいのよ。本当に大丈夫、少し休めば良くなるよ。イリアス、記憶喪失のことを知られたくないみたいだな。まあまあ、お父さんもお母さんもその辺にしてあげて。お兄ちゃんはもともと頭痛持ちなんだし、話は今度でもいいでしょ。お兄ちゃん、場所を変えて話そう。お兄ちゃん、頭が痛いの、ちょっとは良くなった？だいぶ良くなったよ。そうだ、今月の給料をもらってきたんだ。家の方は最近どうだ？順調だよ。でも、みんなお兄ちゃんを心配してる。お父さんとお母さんの口うるさいところは許してあげて。本当はみんな、あの時、お兄ちゃんは正しいことをしたって知ってるから。ただ、あれからお兄ちゃんの良くない噂がたくさん流れちゃって、家にまで脅迫の手紙が届いたの。お父さんたちからしたら、多分お兄ちゃんにもっと周りに溶け込んでほしいのかも。溶け込む？そう。あれ？もしかして覚えてない？あの時からお兄ちゃんは。お兄ちゃん、どうしたの？ああ、そうだったのか。思い出したよ。大丈夫、もう全部思い出したんだ。今日のお兄ちゃん、なんか変だよ。とにかく、お兄ちゃんがしたかったことは理解してるよ。でも、私もお父さんとお母さんと同じように、お兄ちゃんにはもっと楽しく暮らしてほしいって思ってるの。お兄ちゃんが英雄かどうかなんて気にしない。もっと気楽に生きてほしい。ただ、それだけ。君のその理解は、彼をだいぶ楽にしてやれるだろう。本当？それならいいんだけど。あなたはお兄ちゃんのお友達？俺よりもこの二人の方が友達という言葉にふさわしいだろう。俺の名はアルハイゼン、彼女らは旅人とパイモンだ。あ、確かに誰かから聞いたような。でもお兄ちゃんにお友達がいるって分かってホッとしたよ。一緒にお家でご飯でもどう？ちょうど食材を買いすぎちゃったの。悪い、まだ他の用事があるんだ。そっか、残念。じゃあ私は先に行くね。お兄ちゃん、自分を大事にね。安心してくれ、もうみんなを心配させるようなことはしない。思い出したのか？ああ、思い出したよ。さっきはありがとう。なんだか、あなたもそこまで嫌われるほどの人じゃないように思えてきたよ。感謝している時に口に出す言葉には思えないな。すまない。僕は、
心からそう思ったんだ。前に酒場の入り口で以前に会ったことはないかと聞いただろ。あなたに会った時、懐かしい感覚を覚えたって言ったけど、実はあれは嫌な感じだったんだ。嫌な感じ？そうだ。でも接してみると、実はそこまで嫌な人ではないんじゃないかと気づいた。おかしいな。どうして当時はあんな風に考えていたんだろう。俺は他人の考えることをあまり気にしないが、それこそが自分の長所だと思っている。君も人付き合い程度で気をもまなくて済むよう、俺のように泰然としているべきだ。うん、僕もあなたのような考え方ができればよかったんだけどね。それはそうと、シラージが実験をやっている洞窟がどこにあるかも思い出したよ。そこに連れて行こう。本当か？やったぜ。でも確かやるべきことは2つあるんだよな。まだ1つしかやってないぞ。もう1つはどうするんだ？やらないのか？物事には優先順位がある。必ずやシラージがハイブマインドを完成させる前に止めなくてはならない。さもないと取り返しがつかなくなるからね。それもそうだな。じゃあ今すぐ出発しようぜ。ここだ。確かに見つかりにくい場所だな。でも怖くなんかないぞ。入ってみようぜ。完全掌握、神器を通すよ。特に彼の気配はない。はぐれちゃったのかな。ここで待つか、それとも一旦戻って探しに行くか。必要ない。引き続き奥へ進もう。おう、じゃあこのまま進んで広くなってる場所であいつを待とうぜ。
もういいよ、イリアス。君はもう俺のために十分やってくれた。僕には理解できない。ガニーが君の研究を盗んだことはみんな知ってるはずだ。なのになぜ誰も真実を公にしようとしない。あいつは君の論文を使って研究プロジェクトを申請しておきながら、プロジェクトの難題は全て君に解決してもらっていた。このこと自体別に秘密でも何でもないはずだろう。あのプロジェクトに何人いると思う？もしガニーが学術的評説で離職したらプロジェクトも終わりだ。そうすれば数多くの人が巻き添えになる。だけどガニーは明らかに君を底なしに搾取しているだろう。最も困難な仕事は昼夜問わず君にやらせて、休みなんて当然ない。挙句の果てに君の研究結果を堂々と自分がやったと主張している。そんなの間違ってるよ。どうして我慢するんだ。みんなから口外するなと釘を刺されているのさ。それもあながち間違ってはいない。みんなそうやってここまで来たんだ。順調に卒業できればそれでいい。気にするな。あいつから報酬はもらってるから。半年の努力と数々の眠れない夜、そして好き勝手に浴びせられる脅迫と罵倒、その結果がたったの2万モラだっていうのか。まるで人を家畜か何かのように扱っている。もういい、もう言うな。大丈夫だ、もう少し我慢すればいいんだ。どうしたんだ？もしかしてお前、実は心を読む力があったのか？そんなわけがないだろう。俺も今わずかに見えた。おそらくイリアスがハイブマインドと接続する過程で一部の記憶が漏れ出したのだろう。接続？ハイブマインド？明らかにここは未完成の状態なんかじゃない。蜂の巣が完成してからかなり時間が経過している。ハイブマインドに関する研究プロジェクトはすでに完成し、イリアスは今まさに群れに戻ろうとしているんだ。その見解では全体を捉えられていない。引き続き進めば君にもわかるはずだ。
逃げ道はありません。雨描きがたし、さい歌よ錦となれ。全部丸見えね。見切りました。この剣はわかるかい。五花奥義寸法。言ってたことと違ってもうとっくに完成してるみたいだ。得意なことを考え群れに貢献する。まるで疲れを感じない。ハイゼン、その名前を聞くと心から嫌悪感が生まれてくるわ。彼は私たちが必ず片付ける。あなた一人が名声を得るために私たちの一年もの努力が無駄になったのよ。一体どれだけの人を巻き込んだのか分かってるわけ？英雄になりたかったのならいつだってよかっただろ。プロジェクトが終わってからじゃダメだったのか？君たちは何を言っているんだ。ラジュが屋上から飛び降りたんだぞ。何とも思わないのか？ラジュのことは確かに残念だった。俺もあいつはもう少し忍耐のあるやつだと思ってたよ。このプロジェクトを終わらせるためにみんな苦労してたんだ。あいつだってもう少し耐えられただろうに。よりによってこんな時に。とにかくもうあなたとは関わりたくないわ。あなたの軽率な行動のせいでガニーはマハマトラに審判された。このプロジェクトももう終わりよ。もっともあなたはどうでもいいと思っているんでしょうね。でもね、私も含めてこのプロジェクトを頼りに卒業しようとしてた人が何人いると思ってるの。もうお先真っ暗よ。最悪の場合私たちはみんな卒業できなくなる。分かってるの？すまない。別に謝る必要はないわ。私もあなたの謝罪を受け入れる気はないから。でもこれだけは言っておくわ。あなたは必ず代価を支払うことになる。何ぼーっとしてるんだよ。また何か見えたのか？多くは考えるな。言いたいことがあるなら直接会って話すといい。
変だな、イリアス。君を参加させてもいいという研究グループは一つもないのか？課題を終わらせるには他の学者と共に報告書を完成させる必要がある。君が学術的評説を告発した英雄なのは知っているが、それでも例外にはならない。そうだろ？あるいは他の学者との関係改善を模索してみるといいかもしれない。独立独行も程度が過ぎると良くない。はい。はあ。何やら悩んでいるようだな。君は？おっと、自己紹介を忘れていた。私の名はシラージ。シラージさん、聞いたことはある。僕に何か用でも？人々は常に群れに馴染めないものを嫌う。お前もその苦労がよく分かったはずだ。聞けばガニーを告発してからずっと孤立しているようじゃないか。しかも家族ですらお前のやり方に賛同してくれないとか。実はな、私は今ある研究をしているんだ。お前を徹底的に集団に溶け込ませることができる。そうすればこんな風に苦しみながら生きる必要はなくなる。どうだ、試してみるか。何を見た？やっぱりそうだったのか。あいつ本当にオイラたちを騙してたんだな。あの大悪党め。いや、正真正銘の大悪党はシラージの方だったな。イリアースは普通の悪党だ。あったまきたぜ。早く問い詰めてやろう。来たか。わざとハイブマインドに溶け込むプロセスを遅延させた。最後にイリアースの身分で君たちと会いたかったからね。イリアースとして君たちに謝罪しよう。ガンダルバー村で思い出した二つ目のやるべきこと、それは君たちをここに連れてくることだったんだ。マハマトラを回避し、アルハイゼンを蜂の巣に連れ込む。それこそこのシラージ36号に与えられた任務だった。お前とっくにシラージ36号になってたのか。でもマハマトラの虚偽検出テストに合格したはずだよな。ああ、あの時は本当に多くのことを忘れていたんだ。自らの身分や責務までね。だけどそれは僕がショックで忘れたわけではなく、自ら削除したものなんだ。アルハイゼンを騙すことは困難を極める。絶対に完璧な偽装を作り上げる必要があった。最高の偽装とは、自らをも欺くこと。いかにも。君たちに蜂の巣が未完成だと言ったのも、蜂の巣の完成に関する記憶を削除したからさ。ここはとっくに完成している。ここを離れる前、僕は36号として生きていた。そして今、僕はその身分を取り戻すことを選んだ。僕が本当の意味で解放されるのは、この場所だけなんだ。言いたいことはこれだけだよ。この部屋に入れば、僕の意識は再び群れに溶け込む。お別れだ。
それが君の選択か。そうだぞ、オイラたちが知り合ったのはシラージ36号なんかじゃなくてイリアスの方だ。どれだけ外に残るのが苦しくても逃げちゃダメだとオイラは思うぞ。まだ考える時間が必要か、イリアス。あ、お前は。彼がシラージだ。お前が大悪党だな。悪党、実にストレートな物言いだ。まるで私が人どころか神さえも怒らせたと言いたげだな。お前、私はアーカー社装置を改造し、使用者の記憶と感情を共有できるようにした。その後、教令員から学者を募り、この偉大なるハイブマインドを作り上げた。一人一人に番号を振り分け、実験計画を分割し、彼らに実行させた。ここでは人々は複雑な思考をする必要がなく、楽にかつ幸せに生きることができる。これは彼らの選択であり、私はただ彼らの願いを叶えてやっているに過ぎない。お前、そんなの言い訳だ。ならば聞くが、この場所と外に違いはあるか。過激な風潮の中では、危険な研究に熱心だった教令員の学者たちも、萎縮した風潮の中では無意に日々を送るだけのものとなってしまった。人々は皆集団意識に従って生活している。たとえ尖ったものであっても、挫折を繰り返した後は群れに溶け込もうとするのだ。私の言っていることは間違っているか、イリアス。否定する必要はない。なぜなら間違ってなどいないからだ。群れをなす動物にとって、群れることは本能。そして群れをなすことの終着点こそハイブマインドなのだ。平凡な蜂の群れはそれを頼りに強くなる。蜂を人間に置き換えることで、このモデルからさらに強大な力を引き出すことができる。蜂の巣へようこそ、アルハイゼン。お前はかつて大賢者に助言し、傲慢にもこの課題を否定したな。あまりにも重みのない鳥の羽のようないくつかの言葉で、私の全ての努力を水泡に帰した。もちろんお前がそれを気にしていないことは百も承知だ。お前にとって他人の苦しみなど取るに足らないことだろう。だが私は諦めなかった。私はついに当初の論文を現実にしたのだよ。ここへ来る際、蜂の巣には誰もいない部屋が多くあった。気づいたか、彼らはどこにいると思う？答えは教令員さ。彼らは今もう一つの計画を実行している。私を賢者にする計画だ。ハイブマインドは我々を一つにつなぐ。全てのものが共に思考し、長所を生かし、複数の複雑な計画を同時に実行できるようになる。さらに不測の事態に対して策略を修正することも可能だ。全て順調なんだ。お前という最大の障害を除けばな。お前を片付けた後、私は衰えることのない影響力を利用してハイブマインドを合法の研究にする。影響はますます拡大し、最後には全てのものが私の群れに加わるだろう。私、いや、群れは全てを掌握し、教令員を新たな未来へと導く。そんなことさせるもんか。口先を尖らせるだけ無駄だ。お前たちに何ができる？イリアースの選択すら変えられないお前たちに。蜂の巣に戻れ、36号。はあ。お前を心配してる人がたくさんいるんだぞ。それにお前は群れに馴染めないわけじゃなかっただろ。友達ならオイラたちがいるじゃないか。
寝なしぐさのお前たちがよく恥ずかしげもなくそんなことが言えるものだ。教練院で一生を過ごすわけでもあるまい。お前たちが離れた後、悲劇が繰り返されるのは目に見えているだろう。戻れ36号。よくわかっているはずだ。人は綺麗事などで楽に生きていけるほど甘いものではないと。イリアス、どうして？お前たちもアルハイゼンと同じで傲慢すぎるのだ。お前たちは誰もが自分と同じように聡明で理智に富み、自らの信念を持って生きていると思っているが、その実ほとんどのものがただ楽に生きていたいだけだということを知らない。36号が記憶を失った状態で蜂の巣を離れることを私が許したのは、必ず戻ってくると分かっていたからだ。事実、お前たちよりも私の方が人間性というものを理解していることが証明されたわけだが、なんとか言ったらどうだ、アルハイゼン。お前の遺言を聞いてやる。言いたいことはすでに1年前にはっきりと伝えてある。君が提出したモデルはあまりにも不安定だ。どんなにきらびやかに包装したところで、その脆弱な本質を変えることはできない。だが、それも仕方のないことだ。仮に君がこれらの問題を見つけられるほど鋭い人間だったら、とうに気づけていたはず。イリアスがハイブマインドに戻った時、君の蜂の巣に、ある種の変化が起こることに。どういうことだ？何が起こったんだ？群れが計画を実行するためのモチベーションは、機械の運行に例えればエネルギー源に等しい。そこでマスターマインドである君は、俺に対する自らの憎悪を群れに同期させ、彼らに俺を片付けさせる計画を促した。しかし、イリアスが群れに戻った時、彼の記憶と感情は他のメンバーに共有される。その中には彼が外で得た俺に対する新たな認識も含まれているんだ。さっきはありがとう。なんだかあなたもそこまで嫌われるほどの人じゃないように思えてきたよ。おかしいな。どうして当時はあんな風に考えていたんだろう。これは君が彼らに与えた憎悪と相反するものだ。二つの異なる感情は全く新たな対立をもたらす。そういうことか。あれ、待てよ。つまりお前はイリアスが蜂の巣に戻ることをとっくに知ってたのか？あいつを引き止めるふりをしたのもシラージを騙すため。さすがお前だぜ、アルハイゼン。よし、ハイブマインドが混乱してるうちに一気にオイラたちが。って、あれ、元通りに回復した？言ったはずだぞ。お前は傲慢が過ぎるんだ、アルハイゼン。その程度の目算で私の蜂の巣を揺るがすつもりだったのか。イリアスの帰還は確かに蜂の巣に異なる感情をもたらした。だが群れにおいてそんなものはさざ波にもならない。無駄なあがきだ。そろそろ終わりにしよう。その身でハイブマインドの恐ろしさをしかと味わうがいい。魔物がいっぱい現れたぞ。どっから出てきたんだよ。それになんだかいつもに増して不気味だ。私は魔物をも群れの範疇に引き入れたのだ。奴らの番号は最後尾に近いが、それでも群れのメンバーには変わりない。たとえ知性の低い連中でもこれを利用すれば素晴らしい連携を発揮できる。そう、過酷な訓練をした兵士のようにな。果てのない荒波に飲まれるがいい。お前たちは尽きることのない傲慢の代価を払うのだ。おい、アルハイゼン、お前のやり方が効いてないみたいだぞ。どうするんだよ。俺が用意したプレゼントはもう群れの内部に届いている。
受け取り人がサプライズに気がつくまであと少しのところだ。君たちは目の前の厄介ごとにだけ集中しろ。わかったよ。なんでそんなに自信満々なのかわからないけど、やってやるぜ。こいつらを足止めしよう。手をつなぎましょう。知識をあなたにも。サイ、サイウルコン。もらった。アルハイゼン、それほど憎くない。いけない、あいつをやらないと。俺たちは見たか、これこそが群れの意志。たとえ憎悪が消えても彼らは歩みを止めない。外的な異常などで群れの安定は揺るがない。油断した。雨描きがたし、形は精神と共にあれ。歌よ錦となれ。これ以上は持たないだろう。予想していたよりしつこい。氷霊の方もヤバい。マハマトラだ。なぜ急にこれほどの情報が。沈まれ、マスターマインドの名において命ずる。くらえ。股間奥義。いいだろう。そんなバカな、どうしてまだ解決しないの。まさか我々の判断に問題が。無駄な意志に間違いはないが、マスターマインドが誤解を犯したのに。シラージは悪魔なのか。何をした。落ち着け、簡単な検証方法があるはずだ。たったの36番目。残念だ、君の才能はその程度じゃないと思うが。データの真偽はさておき、知能で人を評価するのは無意味なことだ。お前がイリアスに言ったことか。それが今蜂の巣の共有記憶に。なるほど、彼らの視力を肥大化させ、蜂の巣を内部から壊すつもりか。元より人とは不揃いの意志、そんなもので塔を築くつもりだったのか。マスターマインドの威信が落ちた時、彼らは俺の言葉について考え始める。機械のようにお前の道具として一生を生きる。果たしてそんな価値はあるのか。一人でもそう考えれば、私欲と疑いと恐怖が君の作り上げた意識の網を伝い蔓延する。その時蜂の巣とは名ばかりの抜け殻になる。まただ。私はマスターマインドだぞ。必ずや方法が。もう遅い。私欲が積み重なった末に蜂の群れは王を殺す。私がマスターマインドだったら負けなかったのに。俺はこんな後ろにいるべきじゃない。シラージは嘘つきだ。聞いてた話と違うよ。その席を渡せ。
の巣は止まったのか？さっき何が起こったんだよ。記憶と感情の共有により、ハイブマインドのメンバーは意見を統一させやすくなった。例えばイリアスだが、異なる認識が生まれたとはいえ、最終的にはハイブマインドの判断に従っていた。しかし、これは完璧なものであるとは言えない。このような理論に基づけば、ハイブマインドが負の感情を処理する際、抑制が効かないどころか、拡散させてしまうことになるからだ。イリアスが引き起こした騒動は、決して無意味ではなく、群れのマスターマインドに対する疑いを生み出すことができていた。疑いは、計画が頓挫するたびに大きくなり、マスターマインドの影響力は減っていった。そして群れには、必然的に負の感情が生まれたんだ。心配、失望、恐怖、貪欲。人と人が本当の意味で心を交わすことができない以上は、数ある負の感情もうまく隠れてしまう。だが隠し事のできない蜂の巣においては、負の感情は潮水のように蔓延する。もちろん、その導火線となったのは、俺がイリアスに放った言葉だがな。鳥の羽のような、いくつかの言葉だけでことは足りるんだ。言葉の力を軽んじるな、シラージ。あの時からお前はすでにハイブマインドを壊す方法を考えていたというのか。しかし、どうしてイリアスがおとりだと気づいた？いつ？彼を一目見た時点で分かった。それと、俺は一度も傲慢な目で君を見たことはない。俺は常に客観的な評価をしているだけだ。君のハイブマインドと人類の進化に対する考えは甘すぎる。だがそれでも、君は頭が良く、何事にも慎重だった。そんな君が被験者を逃がすことは絶対にない。そんなミスをするはずがないし、仮にそうなったとしても、何も手を打たないなんて、なおさらありえないんだ。まさかお前の口から、そんな評価を聞く日が来るとはな。仮にも同情で言っているのなら、そんなものは不要だ。お前が私を平等に見たことなど一度もない。私たちが同じ場所にいた時さえ、お前が私に送る視線には距離を感じた。隠す必要はない。私は誰よりもはっきりと知っている。あれこそは天才ゆえの傲慢に他ならない。あのような視線に耐えられる者などいない。君の視点は完全に自身の物事を見る習慣に基づくものだ。君の目には俺が、君と同じく群れに馴染めないものに映っていることだろう。だが俺は、自分自身を高みに置いて物事を俯瞰しようとしたことなど一度もない。俺はただ、せわしない環境や無意味な喧騒から離れ、全てを客観的に見たいだけだ。君こそ、本当の自分と折り合いをつけられず、他人の評価や勝敗を過度に気にしていたんじゃないか。傲慢だったのは私の方だとでも言いたいのか？違うとでも。傲慢で脆弱だ。人々をシンプルで凡庸な群れに見立て、俺を君の同類と見なしたじゃないか。何がどうあれ、今回は私の負けだ。氷霊院に連れて行き、審判を下すがいい。もちろん君は審判を受ける。だが、捕まえるのは俺の仕事じゃない。俺は一階の事務方に過ぎないからな。君たちの連行は、やはり、大マハマトラ殿に任せよう。セノ、どうしてここにいるんだ？符号をたどってここへ来た。だがどうやら、もうことは終わっているようだな。セノへの手紙の中に簡単な図案を書いておいたんだ。ここへ来る途中、それと同じ符号をいくつか道に残した。待てよ、セノへの手紙って。あ、思い出したぞ。
に手紙を残したって。本当に最初からイリアスが変だって気づいてたのか。まったく、オイラたちまで騙すことないだろ。それは言いがかりだ。俺は一切君たちを誘導したり騙したりしたつもりはない。そういえばこの前院内で資料を見つけたんだ。そこにある通りにすれば視力を高めることができるらしい。物事がよく見えない君にぴったりだと思うが、どうだ。お前なあ。そうだセノ、確かシラージは教練員にも何人かメンバーを送ってたみたいだから、そいつらも見逃すなよ。安心しろ。すでにマハマトラの方で怪しいものを調査し、シラージの仲間を大量に逮捕している。これもハイブマインドが動揺した原因の一つだろう。全てお前の想定内だったというわけか、アルハイゼン。俺が興味を持っていたのはここまでだ。逮捕は君たちに任せるとしよう。それでは。勝手に行っちゃったな。被験者がたくさんいるぞ。とりあえず様子を見てみようぜ。終わりだ。こんなにたくさんの計画の策定に関わってたなんて。しかも代理賢者を打ちのめそうとしてただって。こんなことをしてたなんて、頭のネジが外れてたとしか思えない。私たちは補助したに過ぎないけど、アルハイゼンがマハマトラに圧力をかけて罪を重くされないか心配だわ。代理賢者書記官なんであれ、私たちが恨みを買っていい身分じゃないわ。これからの教練院での日々は茨の道になりそうね。先のことを考えるのはよそう。それより群れから離れた後、少し罪悪感を覚えたんだ。今までそう感じなかったのは、そもそもアルハイゼンの名があまり知られていなかったのと、聞かされていた評価も良くないものだったからだと思う。シラージにアルハイゼンを憎むよう仕向けられた俺たちは、彼を悪者だとしか思っていなかった。そして成り行きのままにその感情を受け入れてしまったのさ。今になって思えば筋の通らないことをたくさんしてしまったと思うよ。自業自得とも言えるだろうね。はあ。なあ君たち、俺たちの代わりにアルハイゼンに謝っておいてくれないか。いいぜ、オイラたちがアルハイゼンに言っておいてやるよ。でもあいつがお前たちを許してくれるかまではわからないけどな。大丈夫、何にせよそれで少しは俺たちの気も楽になるんだ。彼が俺たちを恨むなら相応の罰を受ける覚悟はできている。そろそろ行く時間です。はあ、行きましょう。あいつら騙されてたって考えてもいいのかな。外に出たらアルハイゼンに聞いてみようぜ。どうやら僕はやはりシラージ36号にはなれないようだ。このままイリアスとして生きるしかない。実はガンダルバー村にいた時、自分から名乗り出て君たちに真実を告げるべきか悩んだ。でも当時の僕にはまだその勇気がなかった。結局のところ僕はかつての正義感さえ失った上に、群れに馴染むこともできなかった。イリアス、そんなに悲しまないでくれ。悪いのは僕なんだから。でも全く収穫がなかったわけじゃない。蜂の巣が崩壊する瞬間、僕の脳裏にこんな思いが浮かんだんだ。僕が溶け込もうとしていた群れは僕の想像していたものほど強くはなかった。それがわかると心なしか少し勇気が湧いてね。いつの日か僕もアルハイゼンさんのように
全く他人の態度を気にしないでいられるようになれるかもしれない。おう、お前ならできるって信じてるぜ。ありがとう。じゃあ僕はもう行くよ。この事件の主犯の一人として裁判を受けにね。今回のことはひとまず僕の両親と妹には内緒にしてくれないか。もう僕のことで心配させたくないんだ。それと僕が謝罪していたとアルハイゼンさんに伝えてほしい。二人ともさようなら。ここの被験者は全員俺たちが連行する。あとは人員を手配してこの場所を封鎖する。資料を回収した後装置を破壊する手はずだ。お前たち怪我はないか？包帯と止血剤なら持ってきているが。大丈夫だぞ。でもちょっと疲れたぜ。早く休め。アルハイゼンが出口の方で待っている。他に用がないなら彼と落ち合うといい。ただ引き続き注意しろ。潜伏しているシラージの仲間への警戒は怠るなよ。解決できないトラブルにあったら教練員に来て俺を呼べ。おう、セノも気をつけろよ。じゃあまずはアルハイゼンと落ち合おうぜ。事件も順調に解決したことだ。もう帰ってもいいだろう。もう少し早く終わると思っていたが、予想より時間がかかったな。その顔を見るに、まだ何か質問したいことがあるようだな。その好奇心は尊重しよう。だが、すでに定時を過ぎているな。悪いが答えられない。おい、オイラたちはお前の同僚じゃないんだぞ。単なる口実だ。わからなかったか。お前、そうまでして答えたくないのか。今日は絶対にあのなんとかマインドとか進化のホニャララのことを話してもらうぞ。逃げられると思うなよ。ではこれで。おい、待てって。もういいだろう。君のそういうところはどこぞのしつこい奴らにそっくりだな。話をそらしても無駄だぞ。最初から説明するのはあまりにも面倒だ。ここで立ったまま延々と議論するつもりもない。そうだな、とりあえずついてくるといい。おい、どこに行くんだよ。着いたらわかる。ここってお前の家か？ああ。オイラたちを家に招待してくれるなんて、イヒヒ。どうしたんだよ、急にそんなに親切になっちゃって。
帰ってきたか。ちょうどこの絵の描け方について意見を。って、ちょっと、誰だよその人たち。そう驚くな。見るからに客人だろ。あなたたちは、まさか、教令院の人間ではないだろうね。おいら、どっかでお前のことを見かけたような。あの時の。どうして僕を知っているんだ。まずいぞ。ここに住んでいることがみんなにバレたんじゃ。どうした。今になってようやく恥の自覚が芽生えてきたか。お前らルームメイトじゃなかったのか。それはそうなんだが、頼む、誰にも絶対に言わないでくれ。決して誰にもだ。確かハイブマインドと潜在意識についての本がいくつかあったな。持ってくるから、君たちは雑談でもしていてくれ。おい、本当に言ってしまうのか。何考えてるんだ。おい、アルハイゼン。すまない、失礼を承知で聞くが、そのあなたたちはもしかして友達のふりをするようアルハイゼンに雇われた役者なのか。ん？何が何だって？違うのか。あいつが友達を家に招いたことなんて今の今まで一度もなかったんだ。驚くのも無理ないだろう。あいつの気難しさはあなたたちもよく知っているはずだ。でもお前はあいつの友達じゃないのか。別に友達というわけじゃない、はあ、昔は友達だった。今はもう違う。まあ気にするな。僕はカーベ。もう少しまともな状況で知り合えていたらよかったんだが、とにかく僕がここに住んでいることは内緒にしておいてくれ。なんだか随分な事情があるみたいだな。口止め料をくれたら考えてやってもいいぞ。ああ、やはりあなたたちは正真正銘あいつの友達だな。今のでよくわかった。なんだよ、いたって普通の反応だろ。散々自分で弱みをさらけ出しといて。だからといって何もあいつみたいに僕をいじることないだろ。どうやら気が合うようだな。君たちの騒音がリビング全体に響き渡っていた。自分の友達は自分でもてなしてくれ。本はここに置いておこう。頭の中がぐるぐるしてきたぜ。すっごく複雑で難しいぞ。やっぱり聞いてみよう。まずお前はどうやってハイブマインドの弱点に気づいたんだ。実は1年前、シラージの論文が大賢者まで届いた時、俺はそれとなく意見を求められた。その時俺は棄却するべき理由を2つ挙げていたんだ。1つ目の理由は、以前にも言ったように彼の研究が人類の進化にまつわることに関与していて、教令院はそうした研究を禁じているということ。2つ目の理由は、彼の極端な研究の方向性に比べて方法があまりにも保守的だと感じたことだ。あれで保守的なのか。あんなにでっかい実験室まで作ってたくさんの人を集めて、そんでもってお前をやっつけようとしてたんだぞ。ハイブマインドを安定させる方法が1つだけある。被験者の人間性を完全に抹消することだ。思考をマスターマインドに集中させ、群れにおける他の被験者を道具とみなす。それこそハイブマインドにおける最適解だ。そんなの危険すぎるぞ。お前本気でそう思ってるわけじゃないよな。俺はただ事実を述べているだけだ。もし仮にシラージがそうしていたところで、俺は今と変わらず
くだらないと思っていただろうが、いかなる種族の進化も一夜にして遂げることは不可能だ。人間性を完全に失ってしまえば、それを人間と呼ぶことはできなくなる。これこそ強霊院が人類の進化にまつわることについて研究を禁じている理由だ。そうした研究のほとんどが最終的には進化に背く方へと向かってゆくからな。そうなのか。君の口からそんな言葉が出るなんてな。人間性を失ったら人間じゃなくなるっていうのなら、君は10年後には別の種族になっているんじゃないか。なら君はどうなんだ。キノコンにでも退化しているんじゃないか。そうだとしても僕は情も義もあるキノコンになるぞ。悪いな、別に聞き耳を立ててたわけじゃないんだが、君たち一体何があったんだ。トラブルにでも巻き込まれたのか。そうとも言えるな。変な学者に出会って集団を引き連れてオイラたちを狙ってきて。狙われたって。大丈夫だったのかい。そうだったのか。人生にはトラブルがつきものだな。こんなことなら今日は外出なんかしなければよかったと思わないか。そうしておけば厄介ごとに会うこともなかった。そうだろ。うちで大掃除の手伝いでもした方がマシだったな。あそこにある本を見てくれ。ずいぶんと長いことあのままなんだぞ。まったく、普段読まない本は外に山積みにするなってんだ。君は場を気まずくしていることに気づいた方がいい。まさか自分が口達者だなどとは思っていないだろうな。おい、どの口が言ってるんだ。それで結局のところ、その君は大丈夫だったのか。悪くはない。少なくとも君がいじくり回しているあの家系に比べればよほどマシだ。君ってやつは本当に何も分かってないな。僕の装飾のセンスに口を出さないでくれ。こいつらどっちがおかしいのかもうよく分かんなくなってきたぞ。さっさと話を終わらせて帰ろうぜ。こそこそ話をするなら声の大きさに気をつけるべきだ。ぐい。まだ他に問題でも。あ、そうだ、学者たちがお前に謝りたいって言ってたんだ。どうか許してほしいって。俺は彼らを責めてはいない。より正確に言えば彼らの俺に対する態度についても全く気にしていない。ある意味では彼らもシラージに騙されていたんだ。マハマトラによる審判でもその点は考慮されるだろう。それからイリアスなんだけど、あいつはガンダルバー村にいた時、真実をオイラたちに伝えるか迷ったらしいんだ。でも結局勇気がなくて言えなかったんだって。あいつもお前に謝ってたぞ。どうでもいい。花から彼に真実を吐露してもらおうなどとは思っていなかった。経歴からして彼は普通の人間よりも勇敢だった。そのようなものを過度に責める必要はないだろう。そういうことはかえって自分の弱さを証明するだけだ。俺はこれから夕食に行く。あと10分だけ時間をあげよう。最後の質問をするといい。おいらはもう何もないぞ。お前は？おお、確かにすごく気になるな。強霊院にいた時お前は興味があってマハマトラと一緒に調査してるって言ってたよな。でもシラージに会った時お前はあいつと実験どっちにもそこまで興味がないように見えたんだけど。俺は彼個人には全く興味がない。だがあれだけ多くの者が自らの意思で彼のハイブマインドを構成していたことについて興味を持っていただけだ。今はその理由もすでに判明している。ああ、賢者が失脚しアーカーシャ装置が止められた。
これらのことは教令院の雰囲気に影響を及ぼした。シラージの実験は許可を得たものではなかったにもかかわらず、あれだけ多くの人間を集めていた。これは近頃の研究プロジェクトがいかにその数を減らしているかを物語っている。代理賢者としてこれに対応する方法を考えるつもりだ。それからイリアスの件も気にかけておく必要がある。学術的氷説の告発は正しいことだ。あのような結果になるのは間違っている。なるほど。なんだかんだアルハイゼンも真面目に仕事してるみたいだな。最低限真面目に仕事をしていると言った方が正しいだろう。辞表の審査が降りるまでこれら面倒ごとの処理に尽力するよ。待てよ、辞表？すでに教令院には辞表を出したんだ。じきに代理賢者の身分を離れ、書記官として仕事を続けられるようになるだろう。この件はシラージも知らないはずだ。彼は少し運が悪かった。あと数日辛抱していれば、何もせずとも俺は自ら辞任していたんだからな。そうなれば彼が何をしようと俺の知ったことじゃない。だがたとえ俺がいなくとも、あの不安定なモデルではどのみち崩壊は避けられなかったはずだ。結果はそれほど変わらなかっただろう。でもどうして辞めちゃうんだよ。俺は賢者には向いてないし、やりたいとも思わない。教令院もすでに規則に従って各学派から新たな賢者を選び始めている。だがその過程はとても長く時間がかかるんだ。代理賢者を長く務めるだけ正式なものに推挙される可能性が高まってしまう。それは困るんだ。俺は人生をそんなことに費やしたくはない。明確であることはとても大切だ。さてそろそろ時間だ。君たちも夕食を食べに行くといい。そういえばオイラも腹が減ってきたぜ。じゃあまたな。オイラたちも美味しいもんを食べに行くぜ。ああ、またな。